こんにちは、バルです。今日はビーズの雑談ラジオをしていきたいと思います。このチャンネルはですね、ビーズさんのイベントごとだったりとか、あとはですね、各、お二人の、ニュースであったりを配信していくチャンネルになっております。ぜひラジオ感覚でゆるっとお聞きください。では、まず目次です。1つ目、今週来週のビーズさん。2つ目は稲葉さん声優デビュー。そして3つ目はおまけとして、タック松本さんも実はアニメデビューしていたっていうところをお話ししていきたいと思います。ではまず1つ目です。今週来週のビーズさんです。まずはですね、今週は、3月1日にライブジム2022のクラブジム枠の当選結果が発表されました。そしてですね、同じ1日にはですね、稲葉さんが写真集津山美しい建築の街というですね、写真集に、寄稿をしましたというところでニュースが上がってきました。こちらはですね、稲葉さんの、いとこである写真家の稲葉直人さんの、本になっていてですね、帯にも入ってるんですけど、ここどこなんっていうですね、ちょっと稲葉さんのこう方言をですね、方言を、ちょっと聞くことが、脳内変換ですけどができてですね、ちょっとファンとしてはですね、非常に読みたいなっていう気持ちがムクムク湧いております。そしてすごく綺麗ですよね。普段見てる様子とこうやって写真で撮り直すと、やっぱりこう美しさって変わってくると思うので、個人的には非常に気になっております。はい。そしてですね、3月3日ひな祭りの日にですね、まあこれはもうビーズのブラザーの皆さんはすごく盛り上がったんじゃないでしょうか。こちらも稲葉さんです。映画シングネクストステージにて吹き替え出演をしましたということですね。はい。まさかの稲葉さんが声優デビューをするという、非常にこう35周年に向かって非常にですね、最近コラボが相次いでいるのですが、まさか声優というそのアニメというんですかね、映画の枠に入ってくるとはと思ってですね、皆さんびっくりされましたよね。今日はここについて、ちょっと深めに話していきたいと思います。そしてですね、来週のビーズさんはですね、そろそろアルバム情報がっていうのを毎週言ってるんですけど、そろそろ来てほしいなと思いつつもですね、ちょっと松本さんが恋しくなっております。はい。きっと松本さんもなんかこう水面下で仕掛けてることがあると思うんですけれども、ぜひそろそろですね、松本さん情報を欲していますので、はい、ぜひビーズパーティーの皆様、ではビーズのオフィシャルの皆様、よろしくお願いします。はい。ではですね、稲葉さんの声優デビューの方を話していきたいと思います。ですね、映画シングネクストステージというですね、ものに出演します。ですね、こちらはもうシリーズとして何本かあるようで、あらすじ、今回のあらすじを話してみますと、地元客でにぎわうニュームーンシアター、その成功からさらに大きな夢へと踏み出したバスターたちは、エンターテインメントの聖地レッドショアシティで新しいショーを披露しようと動き出す。そんな中、経営者が主催するオーディションに挑むことになった一行は、隠遁生活を送っていた伝説のロック歌手を巻き込もうとするというストーリーでございます。キャッチコピーはですね、夢よどこまでも響け。いやー、なんかこれもうこの時点で熱いですよね。もうちょっと泣きそうになる、そのクライマックスを想像できますよね。はい。っていうところですね。まあこういうあらすじでございます。そしてですね、こちら海外でですね、非常に人気というところですね。まあ、声優さんも非常に豪華でございます。稲葉さんと同じくですね、同じキャラクターをですね、 U2 のボノさんがやられていて、ボノさんも声優初挑戦というところでした。はい。で、あとはですね、スカーレット・ヨハンソンさんだったりとかですね、有名どころがゾロゾロと顔を出しております。そしてですね、稲葉さんだけではなくて、日本のキャストもですね、結構もう有名どころが揃っておりまして、私すごくびっくりしました。
まずですね、主人公のバスターが内村さん、うっちゃんなんだちゃんの内村さんですね。もう全然最初わからなくて、普通に声優さんかなって思ったんですけど、内村さんめちゃめちゃ声優さん上手と思ってびっくりしました。あとはですね、ミーシャさんだったり長澤まさみさん、そしてですね、スキマスイッチの大八さん、あとトレンディエンジェルの斉藤さん、あとですね、シックストーンズ、いやこれはですねストーンズと読みます。はい、ジャニーズの、6人組グループのストーンズからジェシーですね。はい、シンガーですね、シンガーが揃ってますね。はい、あかねさんも言ってますね。で、あとは声優さん、まあもうこれ大御所ですよね、坂本真綾さんだったりとか、田中真由美さん、大塚さん、山寺さん、井上まりなさん、林原さん、あすごいな。そしてその右下に、まあ大御所枠ですよね、大地真央さんと稲葉浩志さんが名を連ねておられます。はい、非常に豪華ですね、すごいですね。もうどこ、まあ稲葉さんがビッグニュースですけど、まあ、どこを切り取っても結構もう大掛かりな作品っていうことは非常に伝わります。はい、でその中ですね、はい、稲葉さんはこのライオンっていうんですかね、ライオンの役というか、伝説のロックシンガーっていうところで、声をしていてですね、ワイドショーではですね、シングのこのトレーラー映像ですねと稲葉さんのコメントが放映されておりましたが、非常にですね、まんま声が稲葉さんでした。はい、逆にちょっとこう凄み、睨みを聞かせてるシーンなんですけど、ちょっと可愛らしさを感じてしまうのはファンのフィルターが入ってるからでしょうか。はい、皆さんはどう感じましたか。でもこう結構個人的にはですね、ちょっとこう偏屈というか堅物というか、ちょっと心を閉ざしがちみたいな感じは、こう稲葉さんと近しいところがあるんじゃないかなって、まあ本人のその本当の部分はわからないですけど、まあこう外から見えるこう稲葉さん像とこのキャラクターと、まあ結構似てるところがあるのかなと思うので、結構私はすんなりと聞けました。はい、でもですね、結構このキャラクターは重要人物ですよね。重要人物だからこそ結構喋ったりする時間が多いんじゃないかなっていうふうに想像するんですけど、はい、トレーラーは本当に二言とか三言ぐらいなので、まあこうすっと聞けるんですけど、これがこう映画の長いストーリーの中で結構喋ってくるってなると、こう演技とかそういうところって大丈夫なんだろうかとか思っちゃったりしますが、まあですね、もう一番きっとクライマックスはですね、歌うところだと思うので、まあ、その歌声を聞いてしまえばですね、もう一発でもう評価が、まあ、どんな演技であれ爆上がりもうしちゃうんだろうなっていうふうに思っているので、まあ個人的には心配はしておりません。はい、皆さんは実際トレーラーを聞いていかがでしたか。ぜひコメントで教えてください。はい、そしてですね、スタッフさんがですね、こう稲葉さんを、まあ、起用した背景をですね、公式サイトの、ニュース記事で書いてるんですけど、まあ、これが結構ガチなんですよね。ちょっと読み上げてみますね。はい、物語の中で最も重要なキャラクターに、抜擢した理由を配給元の東宝東亜の担当者は、クレイが伝説的なロックスターのキャラクターということで、どの世代でもロックスターとして思い浮かべるミュージシャンは稲葉さんしかいないと、制作スタッフ含め満場一致で第一候補となりました。ただアニメの中で歌唱することだけでなく、クレイとしての演技も必要なため、お受けいただける可能性があるのか半信半疑でご依頼しました。そんな中、映画とクレイの役柄に共感していただき、ポノへのリスペクトもあるということで、お受けいただけるお返事をいただいたときは、スタッフ一同震えました。稲葉さんの思いの詰まった、稲葉さんでなければ表現できない、日本語吹き替え版でしか体験できない素晴らしいクレイ・キャロウェイになったと思います。と語っており、イルミネーションエンターテイメントの承認を経て、クレイ・キャロウェイ役に決定いたしました。
ということで、なかなかスタッフさんもこちら側ですねっていうところですね。最近こちら側ですねっていう表現を私対応してるんですけれども、思いが熱すぎます。ガチすぎます。でもこの、多分この記事を読んだブラザーの皆さんはめちゃめちゃ映画見たくなったと思いませんか？私もそうなんですよ。結構アニメかーって思っ、アニメとか声優かーって思った後に、こういう裏側のスタッフさんの思いを聞くと、もっと見たくなりますよね。この稲葉さんとか、ビーズさんのこのお人柄というかですね、そういう部分が垣間見えるところを見えると、やっぱりファンとしては非常に嬉しいですし、より思いが入りやすくなりますよね。はい。でもコメントの中でですね、震えましたとかですね、稲葉さんの思いの詰まった稲葉さんでなければ表現できないっていうところはですね、もうこちら側、もうこちら側でございます。常々ですね、稲葉さんとお仕事したいなみたいなことって、皆さん、一度は思ったことあるんですけど、あ、そっか。稲葉さんとお仕事できる世界線あるんだっていうことにですね、気づいちゃい、しまいましたね。はい。いやー、これは楽しみですよね。そしてですね、稲葉さんからも、コメントが、その記事にですね、書いてありまして、これも一部抜粋いたします。はい。そこからはですね、稲葉さんの、新しいことに対するチャレンジだったりとか、やっぱりですね、周りへのリスペクトっていう部分が非常に感じられました。はい。では、抜粋して読み上げます。はい。正直なところ、演じているところはですね、想像つきませんでしたし、私が声優をするとは思っていませんでした。シングという映画自体の音楽のクオリティが素晴らしく、ストーリーも非常にわかりやすい。私が声優を務めるグレイ・キャロウェイは、かつてはロックスターだったが、今は自分の家に引きこもっている、そのシチュエーションが非常に面白く、やってみようという気持ちになりました。とにかく何から何まで初めてのことで、何から準備していいのか分かりませんでしたが、自分ではない人物像に声を入れるという作業は初めてですごく新鮮で楽しかったです。アフレコは大変でもありましたが、いろいろご指導いただきまして非常に勉強になりました。すべてのキャラクターが挫折から立ち上がるというテーマのもとに、音楽を通じて頑張っていく姿が一貫して描かれていること、さらにアッシュがクレイに再びステージに立ってほしいと説得に行き、歌うシーンは一人の小さな歌声で誰かを励ましたり勇気づけたり、また立ち上がるきっかけを与えたり、いろいろな思いが詰まっている気がして非常に好きなシーンです。葛藤を超えてクレイが15年ぶりにステージに立つクライマックスのシーンは、自分で歌った後その映像を見て感動しましたと話されております。はい、自分で歌ったその映像を見て感動した。いやー、稲葉さんが感動してるんだったら我々はどうなるんだというところでございます。はい、絶対にハンカチを持っていきましょうね、皆さん。はい。そしてですね、こうも、話されております。ラストシーンで使用されている、本作のテーマソングでもあり、U2 が書き下ろした2年ぶりの新曲、Your Song Saved My Life や、声優としてクレイ役の声優を務めた U2 のボノについてはこう語っております。本作のテーマソングはすごく美しくて素敵な曲だと思っています。深くて大きくとても広がりのあるボノさんの声はシンガーにとっても憧れの声なので、ボノさんの演じる役柄を演じることができて光栄ですと、稲葉さんと同じく本作で声優デビューを飾ったボノへのリスペクトを語りましたとのことでした。はい、こういうところを言えるのがやっぱり稲葉さんのかっこいいところですよね。はい。
まあ、チャレンジ精神もそうですし、あとはあの周りの方へのリスペクトというところを忘れないところがですね、やっぱりまあ稲葉さんの素敵なところですし、まあ、我々ファンもですね、まあ、曲を通じてとかこういうコメントを通じて、まあ、ビーズさん稲葉さんっていうところをですね、やっぱり応援したくなるんじゃないかなと思っております。はい、ではですね、そんなシングはですね、3月18日金曜日、再来週ですね、に公開されますので、ぜひ皆さん一緒に映画館見に行きましょう。非常に楽しみですね。はい、またこれ見たら動画でアップしたいと思いますので、楽しみにしててください。はい、ではですね、今日はおまけとして、まあ、稲葉さんがですね、まあ、今回声優デビューをしたということで賑わったんですけど、まあ、実はタック松本さんですね、タックさんアニメデビューすでにしていたんじゃないか疑惑がですね、私発見しちゃいました。はい、なのでちょっとそれをね、小ネタとして話していきたいと思います。はい、ではまずですね、ビーズさんのキャラクターとしてですね、まあ過去を振り返りますと、ステッカーだったりとかですね、おまけですね、ステッカーだったりとか、あとはジュースのですね、ジャケットだったり、まあ何度かイラストかキャラクター化はされてます。それこそですね、ライブ演出でステージの両脇っていうんですかね、両脇にそれぞれの稲葉さんと松本さんを模したキャラクターのバルーンが出てきてですね、すごいってなった場面もありました。はい、でまあその時はですね、もう大体稲葉さんはこう逆三角形の細い顔に眉毛がこう吊り上がった細眉ですね。で松本さんはですね、どちらかというとこう四角とか丸に近い形に、まあ、太眉っていうような顔の造形で、それぞれキャラクター特徴をつかまれて書いております。はい、まあ、松本さんは四角形と太眉で可愛い感じですね。でまあその中でですね、まあ、松本さん最近はもうサングラスかけて、まあこう大きメディアに出るときって大体もうサングラスかけてこうスンとしてるというか、はい、クールな感じに見えるんですけど、まあ我々は知ってますよね。どっちかというと稲葉さんよりタックの方がお茶目ということを。はい、でまあこの写真もですね、こんなポーズ撮るんだっていうぐらい結構楽しませてくれるようなサービス精神が旺盛な方でございます。はい、でまあ私そのタックはですね、まあ、やっぱり好きでですね、どっちかというと幼少期は稲葉さんより松本さん派だったわけですよ。で私松本さんのですね、ライブ終わりにこうサングラスをちょっとずらしてウィンクするってやつがすごい好きなんですね。皆さんも見られたことあると思うんですけど、はい、まあ、それがすごい好きっていうことですね。やっぱりこう分かりやすいというか、分かりやすくて、あとは非常にこうお茶目で、まあ、よく喋ってる時、ラジオとかですね、喋った時に面白いなと思って聞いてました。はいですね、まあそんなタック松本さんがですね、私見つけちゃったんですね、アニメ化っていうんですかね、アニメ化になってるところ。はい、じゃあちょっとそれをねご紹介したいと思います。はい、こちらです。ドン、オットボッツショーというですね、シンガポールのアニメでございます。これ2013年、結構前なんですけどね、2013年からですね、できていて、もう話が60話ぐらいあります。まあ、子供向けの、まあ、3D アニメーションでございますね。はい。このですね、キャラクター、見てください。四角くて、眉毛が太くて、そしてちょっとこの、何ですかね、まあ、いろんなキャラクターいるんですけど、大体表情がタック松本っていう。これ、共感していただけます？いかがでしょう皆さん。はい、あれですよ、いじってるわけじゃないですからね、非常に可愛いと思っておすすめしているわけでございます。はい、私ですね、これを友人のですね家に行った時に、その友人のですねお子さんが YouTube で見ていて、まあなんだこれと、タック松本さんじゃないですかと思ってびっくりしちゃって、もうそれでもう食いついちゃいまして、これどんなアニメなのみたいなっていうところを聞いたところですね。まあ、ちょっとウィキから拾ってきましたが、カラフルな毛皮のスーツを着た7人の生き物のストーリー。日常生活の危機を乗り越え、
通常の状況を予期せず異常で常にユーモラスなイベントに変えてしまう様子を描いています。はい、エピソードでは通常フィジカルコメディとイタズラが登場人物の間で繰り広げられ、登場人物は全てのエピソードで朝食にパンケーキを食べます。まあ、非常に可愛い。はい、まあ、よくあるあれですね、海外アニメの、まあ、こうセリフがない、まあ日本でいうとピングーみたいな感じですよね。セリフがない、コメディ、あとちょっと風刺が効いているっていうような、アニメーションっていうところでございます。はい、まあ、どこがですね、じゃあ、まあ、タッグに似てるのかっていうところで、まあ、比較画像こちらどうぞ。どうでしょうか、どうでしょうか。はい、あの低評価は押さないでください、すいません。でもわしはですね、ちょっとこうタッグ味を感じちゃったんですよね。非常に可愛い。そしてなんかこの表情の豊かさがですね、あとこの、わかります？左上のこう、ちょっとニヒルな感じがですね、非常に、あの、私の大好きなサングラスをずらしてニヤッとする松本さんにそっくりなんじゃないかなっていうふうに思ってですね、あの、ぜひ今回はこれ紹介したいなと思って持ってきました。はい。ぜひ皆さんどう思われたかコメント残していただけると嬉しいです。はい。で、これですね、まあ、あの、まあ、いつか松本さんもですね、まあ、声優デビューとかもしかしたらアニメーションにこう面白く関われることってできるんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ、もしかしたらすでにあの楽曲提供とかはしてるかもしれないんですけれども、それこそあの北斗の拳とかね、あのありますよねってあるんですけれども、なんかこういい意味でこうビーズさんの広がりだったりとか、まあ、日常の中でこう勝手にですねビーズさんと関連付けて考えていくとですね、非常にあの楽しみが増えますので、はい、ぜひ皆さんもですね、こう日常の中のビーズさんをぜひ見つけてみてください。はい、ではですね、今日の、雑談ラジオは以上になります。はい、そしてですね、あのチャンネルの登録者数が、ありがたいことに100人を超えました。あのこんなゆるっとしたラジオにですね、楽しみにしていただけるってことで非常に、感謝しております。これからもですね、ビーズさんの情報であったりとか、楽曲の感想、あとはですね、こういう、イベントごとの情報を、ゆるっと配信していきますので、ぜひ皆さんもですね、まあ、いろんなコメントだったりとか、あとビーズさんへの愛を、ぜひこのチャンネルで話し合っていきましょう。はい、では今日もありがとうございました。それでは失礼いたします。